皆さん、オンチャリットです。今回ですね、今期2023年秋アニメもう超レベル高いと、めちゃくちゃ盛り上がってるぞと、僕自身も非常に楽しませていただいてる今期なわけなんですが、そんな中でまさかの個人的評価が急落してしまった作品ですとか、酷評をね、1話でしてしまって切ってしまったと。そんな中で、まあ、視聴さんの声とかですね、世間的評価を見て見るのを再開したっていう、全部で今回3タイトル、こちら最新話3話まで見させていただきました、ね、その正直すぎる感想、一切忖度のない感想ですね、ダマなしの部分とありの部分を含めながら、順番に紹介していきたいと思いますということで、ありの部分はね、しっかりダマでここからありで話しますって言いますんでね、その点はご安心いただけたなと思います。というところで、珍しいですね、こういう動画はね、大体僕の動画って基本的に1タイトルに関して感想とかバーって話すか、まあ、全タイトルに触れるとかランキングで紹介するとかっていうのが多いんですけど、今回は、まあ、3タイトル、まあ、結構ね、その境遇というかね、まあそのまあ、2タイトルに関しては、まあ、1話で非常に評価してた、まあ、特に1タイトルもめちゃくちゃ評価してたんですね。っていう中で、まあ、評価がまさかのこうバーンと落ちてしまったっていう作品、で1作品に関しては、まあ、ほんと切ってしまってたんですね。切ってしまってた中で、まあ、さっきも言いましたけどもね、視聴さんの声とか、まあ、世間的評価を見て、まあ、見るの再開したっていうタイトルで、まあ、結構その、まあ、状況も似てたのと、まあ、ぜひね、ちょっと感想をこの3タイトル語らせていただきたいなというところで、話していきたいと思います。で、まあ、先月からですね、メンバーシップのを始めさせていただいたことによって、まあ、週刊アニメランキングで僕自身毎週ランキングやってるんですけど、トップ10圏外もね、8月まではもう通常公開させていただいたんですけど、まあ、9月以降メンバーシップ限定動画っていうところになったもんですから、まあ、正直かなりコメントいただくんですね。これはどうなんだみたいなね。これ、ニキさんどう思ってるんだろう、メンバーシップ気になりますね。まあ、実際メンバーシップの方がすごいありがたい、盛り上がってるんですけれども、そんな中でですね、ちょっとまあ、これはメンバーシップ限定に留めておけないぞと。これは溢れる思いを語りたいのという3タイトルを触れていきますね。まあ、全タイトルを触れたい方は、ま、ぜひメンバーシップ加入いただけたらという、動画でございます。お願いします。はい、というところで、まあ、順番にね、まあ、3タイトル話していきたいと思うんですけど、まあ、1タイトルずつ順番に行くんですけど、まずですね、1タイトル目。皆さん何だと思いますか？もうね、めちゃくちゃハマってたんですよね。もう BGM からもう何からハマりすぎちゃって2回3回と見てね、さらにハマるっていうね、驚異の、新作というところで、まあ1話のね、感想動画も圧倒的ダークホース爆誕ならね、動画も流していたんですけど、たーらー、たったったー、たーらー、たったったー、たーらったったー、皆さん気づいたかな？こちらは先に流す、メイドレーミートダリね。こうやってもう BGM を爆余りしまして、まあ一夜もね、やっぱ癖がめちゃくちゃ強いですから、もうなんかシリアスサスペンスかと思ったら、思いっきりギャグ、シリアスギャグみたいなの挟んできて、もう大爆笑の渦ね。まあ特に体叩きても全部面白かったんですけどね。肩車もそれ、チェリーも全部面白かったんですけれども、大爆笑させていただいた、もう一夜。で、その上でやっぱサスペンス要素、この二人の目的は何だもうこの先一体何に向かってるんだとか、もうすごい奇妙なね、1話でもあって、もうめちゃくちゃ面白いぞというところで評価もさせていただいてましたし、ライブ放送がめちゃくちゃ言ってて、まあ、やっぱ逆、まあ、癖も強いもんですけど、ハマってない人もいたんですね。ハマってない人もいた中で、もうリキさんとライブの中で温度差を感じてましたみたいなコメントも実はいただいたりしてたんで、そんだけハマってたんですけど、2話ね、これランク圏外してるんですよ、実はね。うん。で、まあ、そのランク圏外にした時に何を言ってたかって僕ね、実はかなり厳しいことを言ってたんで、ですよね。まあ、やっぱそのギャグとかさ、あ、これ最初に黙らしたんで、その点ご安心いただけたらと思うんですけど、ギャグとかね、まあ、意外性みたいな、それ1枚に比べたら、まあ、弱まっちゃうな、まあ、まあ、こういうなんかインパクトのある作品っていうのはね、まあ、よくあるからかなと思うんですけれども、まあ、ちょっと2話に関してはやっぱ演出っていうか、なんか話がね、読みやすかったんですよ、めちゃくちゃ。うん、なんか、これまで全然わかんなかったのに、1話、これ何これ何これって、もうなんか、僕は見返すために発見があるのが1話だったんですよ。でも2話って、あ、これこうなるんだよね、みたいな、正直わかりやすかった。うん、っていう、街もね、ギャグとか意外性弱まったっていうのもあったんですけど、あとね、ちょっとこれもうちょい引っ張ってほしいなって設定をね、パンってやっちゃったりしたんですよね。で、僕はちょっとなんかそこで、やっぱ一夜めちゃくちゃハマってただけに、すごい雲行き怪しくなったなっていうのは正直思ってたんですよね。ただ、まだ2話なわけですよ。まだ2話の段階で、ちょっと動画あげようかなと思ったんですね。動画あげよう、まあんだけ熱心に変わってて2話急に語らなくなったらおかしいんで。こいつミートダリ触れなくなったのって、やっぱあれからすごいね、ミートダリ僕も見ました、私も見ましたっていうね、コメントもいただいて、でも僕その頃2話見てたんでね。温度感が違うなみたいな なってたんですけど、そんな早いね、めちゃくちゃやっぱ新作タイトルね、まあ、今回、まあ、全部新作3タイトルっていうところですけども、やっぱまだ早いわけよ。その1話面白くて2話つまんないから、じゃあつまらんそんなわけないんでね。だからとりあえず3話ね、どうなのかなと思って3話見たんですけど、これ正直ですね、まあ、ネタバレなしの感想結論しました。3話見たんですけど、ぶっちゃけめちゃ
めちゃくちゃおもろかったです。あ、もう笑った笑った、テンポ感もいい、笑いとシリアス溢れ出る狂気、見事に混ぜ合わせてきたなと。でミニとダリにね、またこう新たななんかこう作品のなんか一面みたいなの見れて、これおもろかったっすね。やっぱミニとねめちゃ面白かったです。危なかった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 です。まあ、こういうのもあるからね、まあ、そのランク圏外の動画メンバーシップにしたっていうのもあるんですよね。やっぱ順位だけでさ、見られる方もちろんいらっしゃいますから、そのランキング動画なわけだからね。だからこれおもんなくなったら切っちゃおうとかね、もうみんな、一話見ようと思ったけどやめちゃおうっていう人がいるんで、だからこそね、まあ、メンバーシップ入られてる方、しっかり見てくださってるだろうって思いを込めてね、まあ、やったってあったんですけど、危なかった、マジ2話でこれが。つまんないですねって、まあ、3話で、また手のひら返しのいい人とかね、手のひら返し系とか言われるところでした。危なかったです。はい。で、これね。まあ、まあね、最近ね、まあ僕も前期前々期ぐらいからもう手のひら返しをなんか連発するようになっちゃったもんですから、連発っていうか、それ動画でこうバンって語るとね、それはもうその次に面白かったらそれだあ出さないとさ、みんな来ちゃったら困っちゃうからね、っていうのでね、まあ、ちょっとやっぱりしっかりじっくりね判断するべきだなと思ってね、こう反省点がめっちゃ生きたというところだったんですけど、面白かったですね。はい、まあハマんなかったって人はとりあえず3話まで見てみてほしいね。これに関しては見てみて、まあ合わなかったら合わないと思います。うん、だし、やっぱこのなんかすごいサスペンスとか、単純にやっぱ話の続きというかね、その詳細がもちろん気になる部分も、ミステリー的な要素もある中で、やっぱもう笑える笑えるっていうね、まあ、この先坂本ですが、さっきさんで、坂本ですが、僕タイトルは知ってるんですけどね、もともとね、ちょっとぜひ見てみたいなと思ってるんですけど、坂本ですがまたちょっと雰囲気が違うギャグ作品なんですよね、らしいんですけど、めっちゃ楽しみだな、また見る楽しみだなと思ってるんですけど、面白かったっすね。はい、ミートダリー。めちゃくちゃ面白かったですね。はい、まあ、ちょっと3話ネタバレの感想変わっていいですか。ちょっとご注意くださいね。次キービジュアル次の作品変わるんで、そこまで、まあ、見てない人は飛ばしていただいて見ていただけたらなと思うんですけど、まあ、ぜひ3話で見てみてください。マジで面白かったです。3話もうまたこの評価がこうもう最初も天井ですよ。天井も突き抜けるぐらい面白くなってたのが、2話であれ大丈夫かってなってバーンってまた来たっていうね、うん、感じで、もう気づき楽しみです。はい、というところで、ちょっとネタバレね、ちょっと感想を語らせていただきたいんですけど、ネタバレにご注意くださいね。まあ、ちょっと、ネタバレ食られたくない方は、ちょっと次のキービジュアルまで飛ばしていただきたいと思うんですけど、まあ、ネタバレの感想としてはですね、まあ、やっぱりまあ、今回3話ね、まあ、特にメインですけれども、まあ、今回秋山くんと丸太って、なんか2人のなんか友達をまあ作ってね、まあ、そこに潜入して、まあ、その元々住んでいた家、まあ、要するにお母さんを殺した犯人を突き止めるぞっていうところで、まあ、展開が進んできた。うん、まあ、今回ワッケーでね、ボーイスカウトとか、まあ、参加していくみたいな感じの、展開だったわけなんですけれども、まあ、テンポ感もまず非常に良かったですね。その友達っていうところで、まあ、秋山くんとマルタで全く異なる、もう本当対照的な、まあ、狂気の友達がね、二人で出てくるんですけれども、やっぱこの、まあ、描くのテンポ感もすごい良かったですし、やっぱ笑いとシリアス。で、まあ、ミーとダリのね、やっぱ、なんか違いですよね。なんかダリーやお兄ちゃんで、ね、まあ、ミギーや弟でとかね、そのなんか感情のなんか結構違いますよね、二人もね。なんかそこもすごい見えてきたっていうのが、なんかより面白さをね、まあ、そこはまあ新たな一面っていう、さっきネタバレ話したとこなんですけど、思って、まあ、秋山くんとかね、なんか鳥になりたいみたいなさ、めちゃくちゃ面白かったなかった、右はさ、お姉ちゃんに抱かれてめっちゃいい思いして、ダリーはなんか鳥に。でさ、まあ、あれがもうなんか対比みたいなの描かれてて、もう僕爆笑しちゃって、もう。あれめっちゃおもろかったよな、秋山くんとか。秋山くんが狂気すぎて。で、なんか謎にさ、もうミギがなんかめっちゃいい思いしてて、なんかね、二人で全然終わったと感想が違うんですよね。なんか悪くないぞ、みたいな。いいじゃん、甘いパイがとかなんか言ってましたよね。で、こうもう爆笑した後に、まあ、B パートね、マルタっていうなんかまあ、いかにもね、なんかもう悪そうな友達が出てくるので、友達っていうか、なんか家に招待されましたって。まあ、ただなんか自分は下僕が欲しかったみたいな、なんかやばいこと言ったんですけど、マルタ君もね。な中で、まあ右がね、なんかいじめられまくるんですよ。なんか叩かれ、なんか叩いてかぶってじゃんけんもんみたいにやってて、もうなんかめちゃくちゃになんか叩かれまくってね、とんでもない目にあったところから、ね、なんか次の勝負、で、負けた方がなんかその、何、下のなんか下につくみたいなね、全部従うみたいな感じの展開になったわけなんですけれども、その中になんかお兄ちゃんが出てきて、もう、フルボッコにするんだよね。でも永遠に逆らえないようになったみたいなんで、まあ、口調自体はね、なんか結構優しい感じなんですけども、マルタ君が恐怖刻み込まれちゃってね、もう完全になんか、ああ、みたいな。一人くんみたいな。ここもね、ダリのなんかお兄ちゃんっぽさも出しながらですね、マルタ君なんかの分からす展開ですよね。めちゃくちゃ面白くてね。で、最後、家政婦さん出てきたんですけど、またこれも楽しみなんですけど、もう、濃かったですね。めちゃくちゃ面白かったですね、今回ね。ミートでやっぱおもれえなって思った、
感じでしたね。いやこれ良かったです本当に。あんなに一夜をしててさ、もうつまんねえってなったらどうしようっていう思いもあったんでね。まあさすがにまあね、全部つまんねえとはもちろん思ってなかったですけれども、3話はやっぱりなんかその空気感がもともと面白いんですけどね、うん、なんかより面白さが出てて、うん、でやっぱ友達とか他のキャラクターの魅力とかもね、まあそもそもあのなんかあの綱渡りでも頑張ってるところも結構シュールで面白かったんですけど、あすげえ良かったですね。まあマルタとアイキアもこの友達っていうか友達なのかまああのね、まあ、ミーとダリのなんかそれぞれの違いみたいな描く面でもめちゃくちゃ面白かったなと思いましたね。はーい、というところでミーとダリ楽しみだという話ですね。で、2タイトル目、ここからね、入っていきたいと思います。はい、というところで、2作目だ、ミニトロに見てないで、ぜひ見てみてください。はい。これは、やっぱおもろいわ。では、続いてですね、2タイトル目っていうところで入っていきたいと思うんですけれども、まあ、これもね、あの、開幕、まあ、これに関しては1話は、ものすごく高揚感ってしてたわけじゃないですけど、まあ、感想とかも上げさせていただいてましたし、いいんじゃないかって言ってた。タイトルの中で、やっぱ2話が正直思ったのと違うっていう感じになりましてね。僕はかなり雲行きが怪しくなったなって、まあミーと誰も正直そうなんですけど、まあシャイもね結構同じような感覚というか、まあシャイに関しては、なんかミーと誰とシャイって結構その大きな違いがあるのが、あのミーと誰がやっぱ思ったのと違くて良かったんですよね。シャイは思ったのと違くて、あれってなったっていう感じで、まああの、ミーと誰はね、もともとその、あ、まあもうタイトル言っちゃったんだけど。なんかまずタイトル言っちゃったんですけど、2作品目はこちらというところで。シャイです。思わずね、タイトル言っちゃったんですいませんでした。当てようと思っ てすいませんでした。あのシャイですね、うん、っていうところで、まあそうね、違うんですね。だからシャイはなんかもともとなんかすごいキャッキャウフフしてるながらね、ヒーローものとして頑張っていくのかなみたいな、なんか PV 見てる感じはまあ僕はそういう感じがしたんですよね。ヒーローものの中で割と明るめのストーリーというかね、うん、なのかなと思ってたんですけど、まあ、結構2話でね、ガッチガチにシリアスやってきたもんですが、まあそもそも1話でもね、なんか割とこう世界観をめっちゃ広げてくるような感じもあったし、結構、なんか思ってたそのテンポ感の1話と違ったんですよね。クオリティとか高かったんですけど、うん、っていうところで1話もなんかどうなんだろうなって、まあでも面白かったなと思った1話の中で、2話はやっぱそのガチガチのシリアスが来て、なんか、まあ、明らかに思ったの違ったなっていうのと、まあ脚本的にこれをここでやっていいのかなみたいな思いはすごいあってですね、まあ正直シャイ2話はもう僕の中ではかなり、あれってやばいぞこれみたいな脚本、まあクオリティはねやっぱエイドビッツさん、まあブルーロックについてやってくださってますけども、不安だな、クオリティはいいんですけど、そう話がやっぱマジでね不安だなっていうのは思ってた中で、3話ですね、まあ、ぶっちゃけどうだったかっていうと、ネタバレなしの感想結論としましたら、正直ですね、求めてたもん来たやんけっていう感じでしたね。ほんと一気にこう僕は求めてたシャイっていうか、僕の思ってたシャイが始まったなっていう感じがしたんですよね。でまあ脚本的には2話の話は3話のこういう風につなげるためだったのかっていう、まあ腑に落ちるところもあって、3話はすごい僕は思い、なんかある種思い描いたところでもあったし、やっぱ2話の腑に落ちなかったところも腑に落ちたっていうところで、すごい良かったなと思いましたね。ただ、なんかまあ3話見て思ったのは、シャイに関しては2話おもろいと思った人は逆にちょっと拍子抜けしてんじゃないかなっていうのは思ってます。まあ拍子抜けったって別に、まああくまで溜め替えだったんで今回は。まだね、あれこういう感じなのかなってなってるかもしれないですけど、まあ僕的にはなんかまあ割とシャイ、まあ結構ね、だから、3話、てか2話の温度感と3話はかなり違う感じなんですけど、まあでも、すごい良かったですね。はい、まあそこまで相変わらずいいですけど、まあ、声優さんもいい味出しててというところで、もう面白いなと思いました。あ、良かったと思いましたね。だし、今後の展開もね、まあもっともっと多分話としてもね、まあ盛り上がってくるキャラも増えてくると思うんですけれども、まあ楽しみだなっていうふうに思ってますね。というところで、はい、まあ主人公のね、まあ、テルちゃんっていうね、主人公がですね、まあシャイなんですよ、シャイな子なんですよね。っていうなんか設定もなんか2話大丈夫かと思ったけど、3話はしっかり生きてて、そこのも良かったですしね。キャラの可愛さも出てたし、っていうところで、はい。3話面白かったなと思いました。はい。っていうところで、ミートダリも、まあ、ミートダリの方が今より期待は正直してるんですけど、まあ、シャイに関してもですね、やっぱこう2話でこうかなり不安視していた中で、3話が、まあなんかある種、まあ、そこに関しては思ってたもんが来たなっていう感じ、だし、
あの、まあ、2話あそういうことで2話の脚本だったのかなっていうのは見えてきたので、まあここからはまだシャイは全然わかんないですけれども、あの、まあ、ひとまずねちょっと楽しめるんじゃないかなっていうのは思ってますし、ただちょっと2話のそのなんかシリアス好きな人にからするとちょっとだんだんなんかね明るすぎる感じになっちゃったらね、まあ僕は多分それを楽しめるんでしょうけど、そこで賛否が分かれてくるのかなというのは思ってますけど、ね、まあクオリティもやっぱ非常に高いですし、ぜひねあのご覧いただけたらなって作品です。はい、というところで、まあちょっとここまでネタバレで3話までちょっと話したいと思うんでね、あのちょっとご注意いただけたらと、またちょっと次のキービジュアルまでネタバレ食らいたくないと、まあ見てない人は飛ばしていただけたらと思いますし、ぜひね3話まで見ていただけたらと思うんですけれども、ネタバレの感想としてはですね、ネタバレにご注意くださいね。やっぱ今回3話ね、まあ特に話していくと、やっぱテルちゃんとね、まあ、小石川さんっていうね、まあ遠山さん演じる、まあ遠山さんもやっぱ声優さんね、まあ非常にやっぱいいなと思いながら見てますけれども、まあ2話でね、まあその謎の転校生みたいな感じ、謎の転校生っていうか主人公がね救えなかった、まあ、ヒロインっていうかね、まあ、小石川っていう、まあ、転校生の子が、まあ、転校してきたわけですよね、前回。うん、で前回が1話ですね、最後。で、やっぱ2話もうちょい正直引っ張っていいんじゃないかなって、まあ、ミートダリーも一緒ですよね。まあ、ミートダリーももっとね、そこのね、どこ引っ張っていいんじゃないのっていう思いはあったので、うん。やっぱこう、そうですね、だから3話、3話じゃないな、2話でこう解決させてきたところで、うん、てかもう正体も明らかにな、正体も明らかになるっていうか、あのまあなんかすごい展開やばい展開でしたね今、うん、っていうところでちょっと展開し早いんじゃないかなとかさ、そこをもう解決させちゃうのかと思ってますけど、3話ね、まあ、しっかりこう小石川ちゃんと、まあ、てるちゃんね、まあ、絡みも良かったですし、でやっぱこう2人をまあ絡ませながらやっていくストーリー仕立てっていう意味では、やっぱこう2話の構成っていうのはまあうなずくことがあるのかなっていうのはね、やっぱ思って見てましたし、まあ、新キャラね、スターダストっていうキャラも出てきて、まあ、やっぱこう、すごい楽しみにやっぱなりましたよね。やっぱこう、早速テルちゃんと戦うっていうところで、まあなんかあの、特訓会みたいな感じだと思うんですけれども、うん、まあ、ここがうまく盛り上がってくるとまたも楽しみだなと思いますし、やっぱテルちゃんとね、まあ、社員のなんかデートというか、ワスみたいな、あそこまで良かったですよね。っていうところで。しっかり今回はね、まあ、てるちゃんのシャイ設定も出てましたし、まあ、可愛さも出てた、うん、まあ、小石川ちゃんの絡み良かったっていうところで、まあ、新たなヒーロー、スターダストとサイコパスとか言われてましたけれども、ここから、ね、戦いどうなるんだろうとかね、まあ、そういう意味でも、まあ、楽しみな、とこあったかなっていうのはね、思いました。はい。っていうところでね、まあ、シャイの感想というところになりまして、はい。で、これ3タイトル目というところなんですけども、でミートダリーね、そうか、2話のこと、そうだね、まあいいか、2話、まあそうですね、あのミートダリーに関しては、まあ2話でね、そう、そこまでやるのかで、まあ多分見てたらわかるか、うん、っていう感じでしたね。はい、というところで、まあ、シャイもね、良くなってきたんじゃないかなっていう感覚で見てますし、まあ、ただちょっとまだわかんないですね、シャイに関しては。ミートはやっぱおもろいんじゃないかなと思ってますけど、シャイに関しては、まあ、まだ3話で結構次も、なんか次、特訓会になるのか結構話が動くのかっていうところはありますけれども、まあ、あくまでキャラがどんどん出揃ってからが本番なのかなっていう印象もありますけどもね。ワンクールですよね、シャイもね。どう描いてくるのかっていうところで、まあ、ちょっと期待半分、不安半分ぐらいで見ていきたいなって感じですけど、3話は、ね、非常に良かったなと思いました。はい。ということで、いよいよ最後ですね、ラスト3タイトル目というところで、話していくんですけれども、これに関してはね、まあ、一話切り、してしまってたというか、ノリがやっぱ全然合わなかった、っていうところだし、まあ、作品のなんか、核となる部分に関して、もともとね、結構、まあ、僕がもうハマれてないジャンル、っていうところだったんで、まあ、厳しいかなっていうのを一話切りしてた中で、まあ、非常に評価もね、高い作品ですし、まあ、翔さんからもね、まあ、これ見てほしいと、これおもろい、ハマってますっていう声も聞いてたんで、まあ、これはなんか見てみようかなって思って、見ました。はい、というところが感想なんですけれども、3タイトル目に話していく作品、それがこちらでございます。私の推しは悪役令嬢、綿推しですね。はい、というところで、まあ悪役令嬢ものがね、まあ、そもそももうダメだということはやっぱずっと僕も体験してきたんでね、っていうのもありましたし、やっぱ主人公のね、まあ、レイっていうキャラクター、まあ、この作品って珍しくて悪役令嬢も結構悪役令嬢に転生することが多いんですけど、悪役令嬢じゃなくてそのまあその主人公はその悪役令嬢の何の立場なのか、あれ友達、まあ学園のクラスメイトみたいな感じかな、っていうところに今転生していく、っていう、まあ、ゲームキャラですね。まあ主人公ゲーム乙女ゲーかやってた中で、まあその
レイっていうキャラクターに転生していく、まあ、クレア様というのが、まあ、悪役令嬢っていう感じの立ち位置で、そのレイっていうね、その主人公のキャラが、まあ、かなりね、やっぱノリがこう、わーみたいなって言うんだろうな、まあ、結構こう、まあ、そのクレア様っていうのは悪役令嬢になんか罵倒されてるんで、そういうのが喜びね、だからなんかどん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 こう、ものすごいテンション感で関わっていくっていうところで、まあ、ちょっとそのノリがきついなってやっぱ言ってたんですね、1話。うん。っていう中で、まあ、あの視聴を再開させていただいてね、まあ、2話、3話と見てぶっちゃけどうなのかっていうところで、まずですね、ネタ話の感想という話していきたいと思うんですけれども、まあ、私に関してね、3話で見て、ネタ話の感想を結論しました。正直ですね、面白かったですよね。いや、てか3話さすがに感動しましたね。っていうので、まあ、この綿押しに関しては、3話まで見て合わなかったらもう切るしかない。もう切るべきなんじゃないかなっていう感じ、僕は正直、思ってて。てか、まあ、切るべきっていうか、多分、3話まで見て、もう合わないってなったらもう合わないんじゃないかなっていうのが、まあ、正直思ったことでしたし、結構やっぱこの進行のノリに合わないと思ってた人も、まあ、3話のね、結構展開って多分、だから逆にこれまでのノリを楽しんだ人はちょっと、こんな感じなのってなったかもしれないんだけれども、まあ、逆にそこは楽しめてなかった僕としては、やっぱすごい刺さった回でもあったし、あ、そういうのに、ここにはそんな理由があったのかみたいな感じが、したし、まあ、キャラ同士の絡みとかもね、やっぱそこは別にそもそも面白い。主人公のノリきついってとこはかなり僕は、そこは大きかったのね、そもそも。っていうところで、俺もしかしたら楽しめるかもなっていうのが、まあ、3話見て思ったことですね。なんか、まあ、1話ね、やっぱ1話切りしてて、2話見てもやっぱきつかったんですよね、結構。やっぱこの進行のノリなかなか合わねえなとかさ、進行やっぱ最強系っぽいなとかね、思って見てたんですけど、2話の引きも結構良かったんですよね。2話の引きも結構良かったんで、じゃあ3話を見てみるかと思って、3話もうダメだったらもう切ろうと思って、見させていただいたんです。結果としては、まあ、これは むしろ、最終的にかなり楽しめる可能性もあるなっていう、まあ、まだわかんないです、やっぱり。まだ全然わかんないですけれども、やっぱこの3話ってこれまでの展開がある種、まあ、腑に落ちるというか、まあ、理由付けされるような回でもあってですね、まあ、ちょっとや、まあ、だから逆にその、これまでの楽しんだ人が逆にね、あれってなってるかもしれないですけど、僕はね、そこは刺さりましたし、感動する展開になってたんじゃないかなっていうふうに、思いました。はい、まあ、ここからもどんどんね、まあ、ゆりものみたいな感じですけれども、ゆり展開みたいなのも加速していくんじゃないかなと思いますし、まあ、キャラ同士の掛け合いとかもね、面白い作品になってくるかなと思うんで、やっぱその主人公のノリに慣れてきたらと思ったんですけど、そういう理由があったのかみたいな感じもあったので、やっぱそこはね、まあ、4話以降、まあ、楽しめたらなと思うし、楽しめる可能性が高まってきたんじゃないかなっていうのをね、思ってます。はい、というところでね。まあ、最後ネタバレの話でね、終わろうと思うんですけれども、ネタバレの50ください。まあ、ぜひね、綿押し、まあ、ハマってるって人は全然いいんですけども、引き続き楽しんでいただければ、ハマってないって人もね、3話までは見てみた方がいいなっていうのは、ま、正直思ったことでございます。はい。まあ、やっぱね、加減期も高いですし、配信人気とかも結構高くて、っていう作品ですんでね。はい。やっぱ、一見の価値はあると思いますし、まあ、3話で見て判断していただけたなっていう感じがします。はい。ということで、ここでネタバレの感想で、ね、最後入ってきて終わりたいと思うんですけれども、ネタバレの感想としてはですね、正直、まあ、やっぱりレイですよね。まあ、進行のにずっと合わなかったっていうね、さっきも言ってきたと思うんですけれども、そんな中で、まさかはね、この、進行のなんかめちゃくちゃ明るいというか、あのノリにも理由があったっていうところで、まさかのここに来てガチユリ展開っていうところで、まあ、進行は本当の同性愛者だったっていうところも明らかになってくる中で、まあ、同性愛者ゆえのね、やっぱ苦しみだからこそこうやって、まあ、明るくね、あえて明るく振る舞ってきたんだっていうのが分かってきて、まあ、かなりこれシリアスがちょっと入ってきたので、マジかみたいなね、感じで逆にこう脱落しちゃった人もいるかもしれないんですけど、僕はね、ここによって、あ、その明るさにも理由があったんか、みたいな、感じがして。そこでね、なんか僕はスッと、それだったらみたいな感じも正直したし、まあもちろんやっぱね、そのレイとクレアっていう、まあ二人のこの関係性もそうだし、まあクレア様がね、なんか水バーってぶっかけるとこあるじゃん、最後とか。で、ということで、やっぱクレア様のやっぱかっこよさとか、やっぱなんか出る具合ですよね。まあレイにもなんかいろいろおちょくられて、まあ出れてるっていうかね、まあうまくレイがこう進めようとして出れてるところっていうのも、すごいいいなと思ったし、その中でやっぱ、なんか、やっぱ主人公の抱えるなんか切なさみたいなのを感じるような回でもあったし、やっぱキャラ同士それぞれの掛け合いもですね、面白いなと思って、まあ、その、やっぱこの先に最大にハマれなかった要因のその主人公のノリみたいなところに関して、まあ、かなりやっぱ3話のね、まあ、ラストでこう、そこは転じたというか、ハマれた感じがしたので、ハマれたというか、やっぱそこは、なるほどなってきた感じがしたので、まあ、
そのやっぱ2話目やっぱ良かったと思ったのは結局すごいなんかその雰囲気がいいなと思ったんですね、2話の最後に関しても。うん、やっぱこの落ち着いた感じが出てこればっていうのを思ったし、まあしっかりユリとしてね、まあ、進んでいくんであれば、うん、なんかそこは面白くなるかなとは思ってたんで、うん、っていう意味では3話、まあ、僕はすごいね良かったなと思ったし、うん、やっぱここから、まあ、進行のノリにだんだん慣れてくると思うんですけどね、こういうのはね、うん、最終的にすごい楽しめる作品やったらいいなっていうのは思ってますけど、3は良かったですね。もう面白いなと思いましたし、まあ、感動しましたね。うん。っていうところでございました。はい。ということでね、今回の、まあ、今期2023年明けにまさかの個人的評価が急落していた2作品、まあ、ミートダルとシャイですね。こちらと、まあ、1話切りして、まあ、1話で最後、補評してしまっていた、技押し、これ自宅1作品全部で3タイトルの、正直切る感想3話まで見た、見解というところね、以上としております。ご視聴までありがとうございましたというところで、皆さんどうですか？まあ、今回ね、まあ、結局紹介した理由としては、やっぱ3話まで見てね、まあ、どれもね、多いんじゃないかって思ったからなんですよね。うん、まあ、正直ね、今期はあんまなんかわざわざ、なんか、酷評する動画をあんま上げようとは思ってなくて、まあ、よっぽどね、なんか勘に触る作品とか出てきたりね、まあ、この前なんか、目視力の抑止に無事入れましたけど、やっぱそういうなんか、音程、これはなんだとかね、これは言いたいことがあるって言ったら動画上げますけれども、うん、なんかこう、わざわざあんま上げようとは思わないし、やっぱ序盤ってね、結構酷評っていうか、ダメだと思ってもね、そういうの話すのはやっぱリスクがあって、っていうのはやっぱ、まだまだ1話、2話なんですよね。うん、全然面白くなる可能性っていくらでもあるんで、こういう話すのに関しては。うん、っていう意味ではよりやね、やっぱね、あの1話慎重しな、慎重にやんなきゃいけない中で、ね、もう僕は今度やばいより切ってるんですけど。やばいより切って、まあそんぐらい作品数も多いんでね。うん、まあやっぱこう、いろいろね、そう、自分自身でもね、こう、管理していかないと、楽しめる作品に、されるの時間を作れなかったというかね、まあ。まあそういう可能性もありますからね。はい。っていう中で、うん。っていうところでね。まあ、ミートダルが一番安心しましたね。まあ、シャインもかなり安心した。綿押しは、いけるかもなっていう感じがしたんで、まあ、どの作品もね、ちょっと今、好感触っていうところなんでね。まあ、気になった人はぜひね、まあ、3話で見ていただいたら、まあ、おもろいってなってくれるんじゃないかなっていうのはね、思ってます。綿押しに関して、逆に、その、これまで楽しんだ人は大丈夫なのかなって心配がちょっとありました。ちょっとノリがやっぱ違ったんでね。うん、っていうところでしたね。うん、ミートダリーは、そう、2話であんなね、展開急いでいいんかって思ったんですけど、うん、やっぱ3話しっかり面白かったんで。だし、やっぱ分かりましたね。3話見た時に、やっぱ2話でやっぱ、てか3話見た時にやっぱ本筋進めたいんだなって、ミートダリーに関してはね。うん、っていうのはすごい伝わってきて、うん、だからこそね、やっぱこう、まあ、2話の評価は正直かなり厳しいことっていうか下がってましたけれども、まあ、3話で面白かったのは総合的に見たらやっぱ見てたらやっぱめちゃくちゃ面白いなっていう感じが出てますし、はい、というか、まあ、今後ともね、まあ、非常に注目の、まあ、新作3タイトルなんじゃないかなと思います。まあ、結構ね、まあ、最近的に注目度で言ってやっぱフリーレンとかさ、まあ、明らかにこうバーって来ちゃってるんで、まだまだ低いかもしれないんですけどもね。アニメオタクの人はきっとね、これマークしてんじゃないかなと思いますし、ミニトダリとかね、評判気づけて見てくださってからもたくさんね、僕自身も聞いてますんで、まあ、ぜひね、引き続き楽しんでいただけたらと思いますし、まあ、今期もね、またこの動画以外でも、まあ、すでにいろいろ動画出してますけれども、まあ、引き続きこう、いろんな動画出してね、まあ、いろんな作品に触れながら、まあ、感想を語れたらなと。まあ、基本的にはやっぱおすすめ作品の紹介ですよね。ダークホースワークになるような作品を紹介できたらなと思ってますし、やっぱ思うことがある作品、特にビッグタイトルとか、まあ、本当に思うことがあるやつね。に関しては、まあ、動画をまた上げていこうかなと思います。そちらもお楽しみにお待ちいただきましたら幸いですね。またひょろきにチャンネル登録もよろしくお願いします。ということで、今回の動画は以上となります。見られた方ね、いろいろね、まあ、作品、各作品の感想なんかもね、またコメントお待ちしてますし、また引き続き頑張っていきますね。また今後ともよろしくお願いします。はい。ということで、以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。